やハロー、どうもこんばんは。どうもアニメリアク職人ことマジアジメニハマーです。はい、現在12月30日金曜日の午後11時6分ですね。さて、多分今年最後になる過去作ですね。姫ごと1話から3話いきたいと思います。で、これつい最近 D アニメストアの新着情報で上がってきたのがたまたま目に入ったんですけども、あ、3話ごとにまとめられている全4話、まあ、12話ですね、1話が4分ということで、これ見ていこうと思います。はい、なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。まずは12分1秒ですね。1話から3話いきます。3、2、1、スタート。18禁、うんこ、ベルーン、姫。わあ、横スクロールのロール、わからねえ。女として負けた気がする。1話ですね。女装男子なんやね。ははは、弱。美少女。言うたな。邪悪なもの。ハハハハ。あ、サブタイトル来た。どんな親やねん。なんでみんなこんな金持ってんねん。あ、あ、当時の坂さん。あ、言うんや。桑原由紀さんだよね。はい、2話です。18禁、うんこ、ベル、姫。
今のお前ならいける。これも男かい。家具や。兄弟ね。田所ね。うんこきいく。織田三成。田所あずささんいたぞ。田所が江口咲也さん。あ、織田光永も男。はい、今3話です。かわいいな、クソ。18禁っていう名前なの？
いやいや、買ったやん、ほんで。写真部演歌調ってあんま聞かんよな、もう今。歩く18禁、摩天楼か、小野さん。東条久子さんいるね。東条久子さん、放課後サイコロクラブで知ったっけな。はい、12分1秒ね。なんともつかみどころがないアニメやな。まあギャグはギャグなんやろうけど、ちょっと3本ずつやから、ちょっとまず、この1本目のあらすじを読みます。下品高校に通う有川姫は借金取りに追い詰められたところ、生徒会のメンバーに助けてもらった。までは良かったのだが、第2話、女装で過ごすことになったため、登校時も周囲からの視線が気になる。そこに現れた生徒会のメンバー、さらには風紀までは登場して、まあこれ弟も登場してですね、風紀になんかこうやったろかっていうやつだったけども、なんたら三永も男やったと。で、突然の指令により部活動支援をすることになった生徒会のメンバーたち、いろんな部活を守るが、部員たちの線はみんな姫に釘付けで。なるほど、だからちょっとのど風邪やってるもんで、急にちょっと咳ができたな。はい、まあ何、その生徒会が借金の肩代わりをしてくれたことで、このヒロイン、ヒロインなんか、これはこれヒロインって言っていいんか。ちょっとキャストを見よう。有川姫ね、有川姫。歩く18禁、摩天楼ゆかさんって初めて聞くな。で、うんこ、小野崎さん、これ初めて聞くな。アルベルティーナ2世、これ東条久子さんね。で、有川かぐや、これが赤崎千夏さん。一号津田みなみさん。あ、小田光永が桜井さんね。で、ヒロが田所、ヒロって誰や、田所さんで、田所が江口拓也さん。じゃややこしいな。はい、まあまあ、なんかなかなかドタバタな、これラブコメなのかな、ラブコメかこれ。うん、まあなぜその生徒会がね、借金の肩代わりして助けてやろうと思ったのか、この女装男子が何人かいるっていうのはどういう学園なんやろうかとかね、ちょっとそういうところが気になるかな。まあ結構ドタバタやね。で、野郎どももね、その女装男子を見て燃えてるから、一体どういう学校なのかなこれ、という疑問しかなかったかな、この3話は。なんでそんなに、まあ生徒会も、何のメリットがあってね、ちょっとわからへんな。はい、ということで、今年最後の過去アニメになると思います。姫ごと1から3話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここから僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。はい、自分はですね、このように世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして、子供向けのパフォーマンス、これをメインにやってます。で、普段はやればできる、諦めない、これを伝えたくて、保育園、幼稚園、小学校、子供会などで主にパフォーマンスしてますけども、現在はね、コロナの影響で2年10ヶ月ほど仕事がございません。失礼。そんな中でいつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日で19日ですね。今貯金生活してますけども、去年推定2000本以上の動画が消えております。8月18日から一昨年の4月頭ぐらいまでの動画ですね、消えてるんですけども、
それを乗り越えてやってきました。しかし、13年以上使っているこのパフォーマンスショーのチャンネルでね、スタートしてしまったんで、9月の14日に分けました。なので、新たなパフォーマンスの、チャンネルも応援よろしくお願いします。URL は説明文に、そして、毎日19時に動画1本投稿してます。ぜひ応援お願いします。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別でまとめてます。こちらもチェックお願いいたします。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜橋さん、幸いご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。